はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。キララキララファンタジア、僕たちがしっかり。もうランプは起きてるかな。キララファンタジア始めていきましょう。学園生活部には休日ってなかった。朝のトレーニングどうですか？気持ちいいわね。私も頑張り、よくできました。行ってきます。期待してていいよ。ありがとうございます。すっごく助かりました。さあ、ここでですね、300超えてるので召喚移りたいと思います。朝は鍵の手入れをして、あとは2021お正月キャラクターピックアップ召喚第1弾10回召喚いきましょう。以上いった。シオンか、勝木翼、フィックガールズ、少年漫画家のじゃなくて戦士の勝木翼だ。マント、眼帯、コスチュームはバッチリだな。12秒。要するに熱い漫画を描けばいいんだろ。私に任せろ。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。あまり良くなかったな。おはようございます。今日も頑張りましょう。じゃあメイン、あ、その前に図書館あったんだ。図書館見てみるか。何でしょうね、これは。物語振り返りってことで、キャラシナリオ。あれ、誰だったっけ？桜トリックかな？園田美月よ、これからどうぞ。園田美月、失格ですね。雫です。ナイトになって、まったく、みんな海だからってはしゃい。なでなで楽しそうな理由。
か？どうして？なるほど。やった！嬉しそう。あれ？え？え、これで終わり？あっという間ですね。じゃあメインクエストいきますか。イベントクエストですが2つあるんだよね。時間ももうあまりない。今日は久しぶりに物置の大掃除をしちゃおうかしら。新年会続き行ってみましょう。今日の運勢は大吉。いいことあるかもね。ライネさん、十節。ライネママ。はーい。仕方がない。なんか後ろに隠れてますね。松山かな。お、ぶつかってます。やりました。ふふふ、かわいい。キャーイヤって。まったく言いたがり。ふふふ、ダメだ。なんで？ほへ。そうだね。ああ。脱げないのって。カルシウム様。お。あ。いや、それ以上脱いだら。うん、いやいやいや、ちょ、おい、ダメです。いや、うん、そうでしょうか。どうぞどうぞ。どうかしら。え？さあどんどん行きましょう。でももうすぐ。今日の運勢は大吉。属性は赤、炎属性ですね。炎属性行ってみましょう。取るか。さあ参りましょう。ところで、やったわ。ピチ
ピチ。何歳なんだろう。ちょっといい？困りましたわね。まあ嬉しい。いいかな。エロい。この顔エッチ。エッチ。よろしいかしら。あ、いいね。負けないよ。ほうほう。あれ高卒じゃなかったっけ、はい、青葉って。大丈夫なのかな。気が利くね。気合い入りすぎじゃない。いいね。やったー。うーん、サンキュー。ラッキー。うーん。からな。モーリー、あげよー。ここでチェンジ。さあ、行くよ。やむを得ないね。行くよ。今は我慢の時だね。節。トール行きましょう。トール頑張れ。今日はみんなでお出かけだね。動物？まったく。なんと。どうしたの？本当だな。すごいな。ランプ？チェッピーっていうのもおかしいな。おじいちゃんっていうからな。
ちのは。おや？20年早いわ。おお、すごい。多分あのキララファンタジア声優最高齢だろうな。おかしくないか？確かに。半世紀も違う声優が本気か？ってるっていうのが本当にすごいよな。バカモン。ありがたいことです。おや？よし、やめてよ。なんだと？怒ってるじゃん。喧嘩喧嘩ポンポン。うまくできるかな。人ばっかりだよな。バランスが悪く、誰もまだ攻撃できていません。覚悟してもらうぞ。お、シマリン登場。やるか。怖いね、シマリン。問題はシマリンスタミナがね、そんなにないことではありますが。どうかな、聞いたかな。心の壁発動。サポートするよ、クラウガイ。さあ次のターンがまあ問題になるでしょうね。シマリン、うまくいくといいんだけど。守りもしっかりしなきゃ。毒の手が毒と見てくれ。何かのもう、狙われやすさを自分がアップすることで攻撃されなくなる。シマリンが、みんな来ますかね。シマリンここで退場。こういうの苦手なんだけど。カメさんになれ、カメさんになれ、カメさんになれ。一応一体倒しときますか。ボスが出てきましたよ。とっておきの、やってみよう。いきまーす。たまいの使い、私がやらなきゃ。お手は足が速いから。タイでもいいか、一体タイプ。遅いぞ、こっちだ。
ればすべてよし。13節ちょっといい？そうですわね。そうね、困りましたわね。ねえねえ、そう思うけど、怖い。え、もったいない。こういうのは？それはちょっと。今日の運勢は大吉。まだあるんだ。いいこと。14節。ありがとう。そうですわね。そうだね。お？困ったわ。だってちゃう。それなら。着替えはまあ定期だな。素敵ね。そうですわね。いかがですか？うれしいです。なあなあ。ですね。ちゃうの？いやー、悲しい、玉木。そうよね。嬉しいわ。そうね。ふふふ。危ないやんか。最後かな。意外と長かった。くるくる回転してますね、マッチが。これを見てください。きたきたきた。やりました。ありがとうございます。やれやれ。ございます。任せて。え？
ね。確かいいな、このアルシーブも。ほうほう。本当か。明暗ですわね。イエーイ。ゆかにゃん素敵ね。賛成。お、まだ続くのかな。結構長いな、思った以上に。新年にお餅。あれは忘年会受賞に過ぎなかったのか。まだまだ頑張ります。あ、ボーナスついてんだ。どうしようかな。風属性、上げに行きましょう。めんどくさいけど行くか。ボーナスつきますしね。なるほど。どうなの。ああ。うん。確かに。私に任せろ。お、燃えているアルシーブ。ボス戦？あっと、なんだこれ。私たちに妥協と敗北は許されないわ。謎の球体。まだ青汁のお饅頭が残っているの。みんなで頑張ろう。焦らずに行きましょう。みんなで頑張ろう。皆さんのやる気をアップします。これでどうです。見過ごせませんね。立ち止まらず諦めないで。アホだな。命を粗末にするなよ。この時のために練習したんですから。行きます。娘はまっすぐだ。アジニャーン。うわ、うん、すごい。倒しちゃいましたね。強い。やりました。ビンゴ来た。え、素敵ね。
強い。ラッキー！よかった。やりました。あら？本当か？あらまあ、面白そうじゃない。あ、おめでとう。うふふ。かわいい。ふふふ。やった。ちょっと。ん？全集合かな。ダメよライネ。まだあるんだ。休みだからって油断したらお腹が。柔軟節。ああ、別の日になるのか。イエーイ。ランプ登場。ランプです。行きましょう。なんかおかしいな。おい。はい。やりました。いかがでしょう。もう鶴を折ってたとか。よっしゃ。二番を勝ち。よし。そうだな。かけがえのないことです。行きましょう。ポキゲーム。これで終わりかな。シナリオクエスト全部クリアです。異世界で年末年始過ごすのも悪くないね。これがあの収集クエストですね。時間がね、どこいしょ、こいつらもあるので。今結構小野さんみたいって思ったでしょ。結構一生懸命時間、やらないといけない。しっかりで。すみません。ありがとうございます。すっごく助かりました。ランクももうちょっとで上がりますね。私が頑張らなくちゃ。中野あずさです。親がジャズバンドをやっていた影響でギターを始めました。はい、というわけで、新年会だよ全員集合。
は久しぶりに物置の大掃除をしちゃおうかしら。次回から収集クエストをやっていきたいと思います。素材の方もちょっと気になるんで順次やっていきたいとは思いますが、果たしてどうなるか、次回お楽しみに。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。